どうもぺこぱチャンネルご覧の皆様こんばんは、ショーフィンジータヒューです。そしてこちらがどうもシュウペイです。よろしくです。さあというわけで今日はですね、シュウペイさん、はい、このデンジロー先生のサイエンスキットを使って遊んでみましょう。おお、こういうの出てたんだね。はい、そうなんですよ。知らなかったわ。これはですね、ちなみにゴムの力で走る車ということで、もう早速やってみましょうかね。面白そうだね。こういうのはもう大人になってから、やる機会ないからね。そうね、こういう子供の頃はなんか作ったことあったけど、はい、お、出てきましたよ。対象年齢6歳以上って書いてありますからね。大丈夫ですよね。僕は大丈夫です。大丈夫です。6歳以上、6歳、そうですね、過ぎてますね。はい、過ぎて、はい、大変では過ぎてなかった。あー、出してみたものの結構大変そうじゃない、はい、そうですね、結構、はい、内容物っていうなんかこう書いてあって、種類がいろいろあるんですね。これと、うん、これとゴムと、うん、なんかこれ車輪2つ、うん、説明書見ないでやってみますか。マジ？はい、マジ？大人だから大丈夫。最終的にこれ出来上がんないっていう可能性もあるよね。いやいや、シュウペイさん、俺対象年齢6歳以上でしょ、うん、もう僕は大人でしょ、うん、これやっぱ説明書なんか見なくても作れるぞっていうのはね、子供たちに分からしてやりましょうよ。この子たち、子供たち、あ、子供たち、子供たち。なるほどね、うん。さあ、というわけで大人っつってももうすごい大人やってますからね、はい、僕ら大人長いもんね、大人になってから。大人歴長いですからね、はい、これ、すげえ、こういうの本当に、なんか昔ミニ四駆みたいなのさ、うん、作ったりとかしてた。あ、やりましたよ、ミニ四駆。また違うじゃん、これは。ちょっと違う。あ、でもほら、分かった、多分シュウペイさん、これここや。はい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 、車輪を回すやつね、はい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 、で、ここ車輪じゃない？こう、あ、それ車輪か。へえ。あ、もう分かった。こう、なんかこれ、どっかに刺す。あ、これ分かった、これ。これどこ？これここじゃない？ん？ここ先端じゃない？ここ。はい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 、正解正解。先端のタイヤだよ、これ。これ絶対こうタイヤや。あ、お、入った。よしよしよし。今バキって言ったかと思うけど、入った音だから大丈夫。入ったよね。ほらほらほら。あー、できたできた。もうなんか行きそうじゃないの、はい、これも走るやつだ、ね、で、ここにこれ刺したら、はいはいはい、これも後輪でしょ、これが、うん、ちょっと待ってね、これも結構力技やね、これ。ちょっと待って、はい、俺やっぱミニ四駆とか作ってから分かる、これタイヤの間に入れるやつだよ、これ。あー、ここか。そう、そう、入れるやつだよ、多分これ2つ使うんだよ、多分。なんていうんだっけ、これワッシャーっていうんだっけ。ワッシャーみたいな。ワッシャーだ、うん、で、この棒、棒抜いちゃうよ。はい、棒抜いて。で、片方にまずタイヤを入れるの、うん、はい、はい、入れてください。こう、うん、はい、入れるのね。はい、入れました。したら、うん、タイヤ側に、うん、このちっちゃい丸いワッシャーみたいなのを入れて、うん、で、多分これ入れんじゃない。これちょっとピッて出てるやつ、うん、これだって、うん、ここのこれなんか六角みたいになってるんですけど、それのサイズに多分合うやつだ、これ。見てないですからね、説明書。何も見てない。ほら、入った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 。来た、これ。じゃあ、これも反対側も同じようにね。片方を先に入れちゃえばいいんじゃない？入れちゃう、入れちゃう、入れちゃう。そこの穴や。そうそうそう。で、これ、ぴょっと出てる方が先。それが内側ね。でも短いね。いや、いけんじゃん。マジ？大丈夫。押して。なんか、これ入れた周りに、これ何の意味かわかんないね。ああ。あ、でも、ここでこう回るっていうの。え、そういう意味じゃないのか。あ、入れてみる、とりあえず、うん、はい、はい、で、どっち、内側がなんか変な棒が、棒がついてる方を。あ、いや、でも絶対これここや、だって六角やもんでしょ、うん、そう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 、そう、んで、六角星人違います。はい、あ、え、ちょっと違うんじゃん、これだけ違うんじゃない。でも六角は確かだよね、うん、おう、おう、六角は合ってるけど、六角は入れないとダメだよね。 これ、ま、こっちは違うんじゃないか。ああ、ちっちゃいからなくなっちゃう。え、多分これこっちは違うんだよ、この丸じゃなくて。六角はだってもう六角やから、六角は絶対これしかないもんね。絶対絶対、それこれは六角星人。六角星人ちゃいますよ。気に入ってますね。で、これ入れて、六角ちゃんここ入れて、あ、六角どこ行ったの。こう、あったあった。いや、これは絶対こっちで合ってる。だって、あ、でももう使うものとしては少ない。そうなの、もうこれ完成に近いですよ、これ。ちょっと待って、はい、庄司さん、いい、はい、これ、うん、これでなんかこうゴムを使ってって思ったじゃん、うん、これ違うね。え、一回外し、あ、外さなくてもいけるかな。あー、このタイヤのゴムになるんだよ、ここに。あーは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 ー、このちょっと持ってきたよ、
この枠にはめるんで。もうできた。ほらほらほら。わあ、入った入った入った。できたできた。こっちもこっちも。え、できたできた。だってこれでもうすでに走るやろ。で、このなんか、このキット、キットっていうのが、なんかその、運転するところの窓みたいな。うん、ああ、運転席の窓ね。風入ってくるもんね、やっぱ運転席。そうそうそう。正面から浴びちゃうからね。ほら、うん、ほら。で、ほら。で、どこだろう、ここかな、うん、ほら、あー、痛い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 。あー、できたできた。え、もうできた。え、できた。え、でもこれはこれ何でもこういうの使わないと。これここや。ここやな。え、どうやってつけた。え、あ、後ろ後ろ。こういうこと、違うな。え、何これ、いらんのじゃん、実は。なんかダミーが入ってるとかじゃん。いやいや、そんなダミーやんないでしょ。でん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 じろうさん、レッツゴー。あとこれゴムや。どこだろうこれ。絶対あるはずなんだよ。あ、後ろか。あ、こうじゃないな。いや、でもそれなしでもいけるっていうの、逆に見せつけていくっていうスタイルは。それで、いや、何に引っ掛けんのって感じよ。で、ここにこう引っ掛けるやん、うん、え、こうやってダサダサ、あれとこれどうやったこれ、失敗、なんかに引っ掛けて、うん、あ、わかった、ここの裏にある、あ、裏に引っ掛けがある、あるね、あるね、あるね、ここに引っ掛けて、うんビーって引っ張ってます今、うん、今引っ張ってます、うん、これで離すと、いた痛い痛い痛い、こっち来ちゃったよ、バックしたそういうことじゃないでしょ、そういうことじゃないでしょ、あ、脱輪してる脱輪してる脱輪してる今、バックした、あー、やっぱ事故起きちゃうと脱輪みんなちょっと待って待って、これ正解をちゃんとやんないとダメで、正解やる、うん、バックした、みんなだね、ちょっとこれやりたいって人いるかもしれない、これだって絶対なんかいるやろ、もう見る説明書、見る見る見る、いや見て、うん、ちゃんと正解をやるっていう、というわけでじゃあ正解ですね、うん、正解発表していきましょう、まだ時間大丈夫ですか、正解は、うん、はい、今ほらほら、タイヤにつけるでしょ、うん、あ、あ、電子動資産シールを貼んなきゃいけなかったシールはいいんじゃん、後で、うん、これはもうつけたな、うん、4ボディ、あ、六角合ってる、え、違う、六角の間に入れてない、あ、間じゃん、間三つ、三つ押さえよ、え、これ何個、さっきのこのこのやつ、あ、どれ、いて、六角は、六角は2個あるよ、全然出ないよ、これ2個入れんの、六角のやつ、六角ここに1個ついてる、ボディーにしちゃう、1個だけ、これ1個だけ、じゃあ、だって3個やろ、1個やろ、じゃあ予備な、予備か、へぇ、めんどくせぇな、なんか2個使うと思って、逆に親切じゃん、予備なんて入れてくれたらね、うん、これをどうやって、どうするの、真ん中やの、真ん中に、うん、真ん中に入れてどうするの、え、これゴム、え、これ真ん中に入れてどういう風になるの、真ん中、これそこ、そこでいい、タイヤをゴムあって、え、紫の輪ゴムってどこにある、紫の輪ゴム、うん、何紫の、何これ、これこれ、じゃあこれ弁当入れる、これ弁当のことか蓋止めるやつちょっとこれ結構大変やん、これだ、ゴムとゴムでいいんじゃないですか、ゴムとゴムか、うん、え、これちょっと大変そうやでしょ、いや、ゴムとゴムってトムとジェリーみたいに言わないでいや、そんな風に言った俺も悪い、これ3本やろ、これこの意味が分かんないんだよ、ちょっと待って、普通にむずくない、何なんこれ、だこれだよ、これ使うんだ、それは、あ、それがゴムか、だからこれをやって3つの輪ゴム、うん、1本の輪ゴム、輪ゴム、輪ゴムを束ねて、うん、で、それをこれにこれする、こういう、ここできた、うん、で、これをこうか、こう通すの、で、さっきのこのちっちゃいの輪っかの意味が分かった、これ、うん、輪ゴムのちっちゃいリングを入れるっていう、え、これゴム通る、こんなとこ渡辺通るちゃいますよ、お、できた、うん、合ってるの、うん、この先に輪っかや、これや、
ちょい待ち。ちょっと待ってね、皆さん、これ何見せられてんねんって思ってるけど、編集できないんでね。こっちも。こう入れて。え、これ何、6歳以上とか、これ30歳超えても難しいんだけど。ねえ、ちょっとね、髪かぶってんだけど、顔に。ああねえ、これそういうことすんの。で、怒んだよ。最悪。これむずいな、これ。え、これは普通に、これは普通にタイヤもうつけちゃっていいのか。じゃあ何もそのタイヤの、多分あれにつけず。これむずいな。内側からくるん、外側からくるん。これ大人の手じゃできないよ、こんなちっちゃい作業。いや、できるよ、俺できたんです。ちょっとやってもらう。え、7番の作業。んリングの章に通して、今俺も通してるから。いやいや、リングの章だから俺も作ったんだって。え、何それできたの。え、それをここでやってほしいんだよ。あ、そっちかい。あとかい。マグロ、ホタテかい。全部魚かい。冷え。いや、まだ大丈夫ですか。そろそろやばい、近くない。もう次の現場行かなきゃ。走らせたい、走らせたいな、これは。うわ、ちょっと待って。え、結構むずいよ。いや、それが難しくない。いや、超無言になってきた。え、集中すると超無言になってきた。いいよ、集中高めていいよ。集中シュウペイ。シュウガニコ。あ、見つかった。シュウ。できた。シュウポポ。なんなの。あ、やばい、もう時間がない。ちょっと待って。これどういうことや。うわっ、びっくりした。手じゃなかと思った。今通したのに。これやろ、要は。そう。これどうやってやったの。こうだよ。これをさ、あ、じゃあもうくっつけちゃう、こっち逆に。ちょっと待って。めっちゃむずいねん、これ。子供ができるもんじゃねえだろ、これ。なんでそうなってる。これはリングにつけるのがむずい。でこうした状態でちゃんと一回入れるでしょ、うん、で入れることはできます、うん、でなんか入れて、こっち広げてくるんって書いて、外側からくるんって書いてある。これで引っ張って。おお、こういうこと。あ、できた。お、できた。できた。で、これひっくり返し て、ここにゴム引っ掛けるやろ、30の方。これ30じゃなくない。これ30だ。どこ、こっちでしょ、うん、もう行く。さあ、シュウペイさんがゴールで近づいてます。いける、いける、いける。で、ここ通す。で、ここ通すやろ、ここ。まず普通に。通す、うん、で、ここをパチャンってはめる。なんかここにはめるんじゃん、うん、これは。こういうことか。あ、いえ。こう。え？向きです。どうなってる？あ、これ、ま、ちょ、これが下。ここだ。え？違う違う、こっち下や。ほら、見て、この形。丸いのが下向いてるから。そう、そっち下や。こう、うん、来た。こう、そうこう、そう。あ、音が来た。あ、来た。ほいで。ここは何それ。これは、あ、これ、あ、輪っかをこう外に、そうで、フックに引っ掛けるんや、そこの。それで、そう。来た。これで後ろに引っ張って、さあ皆さん、行きますよ、ついに。うわ、行きますよ。うん。うわ、行け。行きます。どうぞ。みんな、見てよ。せーの。動かない。離しました。動きません。ちょっと。動きません。え、なんで今パチパチパチって言ってたじゃん。ちょっと待って、なんでこうやろ。ああ、脱輪。あ、ほんまや。え、失敗やん。
かない。あ、もっと回転させなきゃいけなかったんじゃない。ちょっともうこれはいらない。あ、じゃあ外して、で話して、いや結局バック向き、なんだったのこれ。というわけで実験結果はバック走しかできません。いや、またちょっとちゃんとやってみたいね。今はちょっとこんな結果になっちゃったけど、ちょっとまたちゃんと説明しよう。結構難しい。やりましょう、結構難しい。頑張りましょう。はい、というわけで、後ろに下がりました。どうもありがとう。